天心つかさ舞のみ行天心つかさ舞、または天心師の舞は、山梨県甲府市小瀬町の天心師神社に伝わる、等身大でできた球体の木造人形を用いて、たらが舞を演じる、神事芸能、伝統芸能である。中世に起源を持つ、傀儡伝学の一種であると考えられており、地元では、お手寿司さん、でっつくさんと呼ばれる。たらが舞は、 日本各地の民族芸能として一般的であるが人形で演じる民族は珍しく1960年11月7日山梨県指定無形文化財に指定され国により1970年6月8日に記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択されたさらに1976年5月4日には文化財保護法の改正によって 前年1975年に制定された重要無形民族文化財の第一回指定を受けた。文化庁による指定種別は民族芸能、トライ芸、舞台芸である。天津市神社甲府市天津市神社の一天津司、前の行われる甲府市小世町は甲府盆地のほぼ中央部、甲府市南部の平坦地に位置しており、1954年に 甲府市に編入されるまでは西山梨郡山城村に属していた。尾瀬地区のある旧山城村は中世に開発された低湿地からなる稲作の盛んな一帯で中世には稲積村が成立した。1971年に甲府市街地を迂回する形で建設された国道20号の甲府バイパスが開通したことにより小瀬町周辺は商業施設や 宅地の開発が行われ、1986年に開催された会寺国体のメイン会場として、山梨県古瀬スポーツ公園が造成されるなど、昭和末期から平成にかけて、急速に都市化の進んだ地区である。小瀬町内に鎮座する天津市神社には、神を模した9体の木造等身大人形が安置されており、一年に一度行われる、祭典当日、9体の人形は、 赤布で顔を覆われた状態で、天津市神社から、隣町の下鍛冶屋町に鎮座する、鈴宮諏訪神社まで、約1キロの五条道を見行きし、鈴宮諏訪神社境内に設けられた御船囲いと、呼ばれる、幕囲いの内側で、タラガ帽子を模した人形が、赤布の覆面を外し、笹や太鼓、鼓などを持ち田楽を舞う。稲作の工作過程を模擬的に演じる民族として、 田遊びがある。山梨県内では、少女が模擬的な田植えを行う住吉神社のお田植え祭りなどの民族事例があり、天神司参は、田中林を人形が行う点が得意とされている。天神主神社の社記によると、おぜ一体が故障地帯であった頃に、十二体の天神神が、天から降りてきて、舞をして遊んでいたが、そのうちの二神は天に帰り、 一神は亡くなった。後の旧神の像を作って、小瀬村の諏訪神社に祀ったのが始まりであると伝承されている。タラガマイは各地の民族芸能として、一般的であるが人形で演じる民族は珍しく、明治期から昭和初期にかけて注目された。大正期には、若尾財閥三代目の若尾金之助が実業の傍たわらを行った郷土研究において、 天津司前が調査された。若尾金之助は、公衆財閥と呼ばれた、明治期の実業家であり、初代甲府市市長でもあった、若尾一平の養子、民作りの三男であった。1915年には中途に終わったものの、山梨県市の編纂事業などを行っている。若尾は特に郷土文化や民族に注目し、1916年には、 山梨県内の郷土玩具を紹介した、おもちゃかごなどの著作がある。山梨県市における調査をもとに、大正5年に表された、会の資料修正、ご祭礼及び縁日は、若尾資料とも呼ばれ、後述する江戸時代後期から長期間中断していた、天心司前の再現に欠かせない、今日の天心司前の芸体を決定づけた重要な資料であると評されている。一方、 文部省食卓で地理学者である小田内道都氏は、郷土教育により、郷土愛を寛容することを目的とした、郷土教育運動に基づいて、総合郷土研究を開始し、第一弾として1935年に、山梨県における調査が実施された。調査では、山梨県内の郷土市や,や教員らも多く参加し、この時に、天心司舞の存在が注目された。 天津司前は文化年間に編纂された海の国史や嘉永年間に編纂された大森海案、海の名所図絵など近世期の地種類に記載が見られ、江戸時代後期には上演が行われていたと考えられており、天津市神社及び大瀬地区には夏季の伝承が古くから言い伝えられている。大森海案 海の名書図に描かれた天心司かさ舞昔、お瀬の里が開けない頃、十二の神々が天から降り、古城で武学を奉した。その後、二神が天に戻り、一神は西、油川の鏡池に没した。残る九神は武学を奉し続け、お瀬の里が開かれた。役人が神を模して、心臓を作り、これが天心氏の舞の始まりとなった。広報広付。 天津市の前々の起源、由来については、諸説あり、確定的なものはない。海の国史並びに、諏訪神社記にも、その権威を知らずとあり、文献から起源を明らかにするものは存在しないが、天津市神社記には、研究年間に、海、武田氏五代の武田古老信仰が、お世にあった諏訪神社社地に館を作るため、諏訪神社を、 下火事屋の鈴宮神社境内に移し、諏訪神社に鎮座していた9体の心臓も、移設した鈴宮神社に祀られるようになったとある、ことから、9体の人形は少なくとも、研究年間には存在していたと考えられている。その後、大英2年8月27日に、天神師神社がお世に造営されると、鈴宮にあった9体の心臓は、天神師神社の神子に安置されるようになったため、 舞を奉納するときは、天津市神社から、鈴ぐ諏訪神社まで移動するようになったと考えられている。みゆき出発の準備が行われている、天津市神社、飼いの国師によれば、かつては、旧暦7月19日に、小瀬村17個に限って、天津司舞は行われており、他の家のものはこれに加わることはできなかったと言われている。天津司舞の祭事に関するもので、 年号が確認できる古いものは状況元年に遡り、神前で柿を一本ずつ結ぶ行為が交付金版から浮上という理由で差し止められ、以後70年ほど前が耐えたという伝承が残されている。その後復活し、海の名所図などから江戸後期には上演されていたと考えられているが、度重なる水害等により明治維新の頃を前後して再び途絶えてしまう。 ただし1898年頃に一度だけ復活しており、この時の奉納者の一人であったと考えられる、小瀬在住の頃を山本健太郎による証言をまとめたものが前述した若尾資料である。山本は幕末から明治新期にかけ生きた小瀬地区在住の頃であり、証言の信憑性は高いものと考えられている。明治31年以降、 長らくと抱いていた天心司前が次に行われたのは1937年4月10日であった。これは1936年に刊行された山梨県総合郷土研究の発刊事業に携わっていた小田内道都により復興の働きかけが行われたことによるものである。小田内は貝の国史、貝の名所図絵、若尾資料などの研究により途絶していた 天心つかさを復活させたが、これらの資料の中で形態の再現の転居となり得た、ものは体験者の証言で作られた若尾資料であることは明らかであり、すなわち今日奉納される天心つかさの形態は、山本健太郎の体験的記憶による、近世最末期から明治期の天心つかさをベースにしたものであると考えられている。 その後太平洋戦争を挟み一時中断した時期があったが、1954年4月10日に再び復活した。2017年現在では、毎年4月10日直前の日曜日に、小瀬町住民から構成される天津市の舞保存会によって行われている。また、2005年に開館した山梨県立博物館では常設展示のうち、水に取り組むで、 天心つかさまいを再現し、紹介を行っている。赤い布で顔を隠されたおふえさまとおづ様、おつずみさま。おふえさまの傘には、朝鮮風の飾りがつけられている。天心氏の語義についても、起源同様様々な説があり未解明な部分が多い。会の名所図では、手ぐつの加護家であるとし、手傀来の意味であると考えられている。一方で、天心氏を、手くずしと読み。 手具を、人形、図紙を人形を収める、図紙の意味と解する説もある。区靴とは、区靴詩とも書かれることもある。諸国を旅しながら、芸能によって、生計を営む旅芸人集団であり、平安時代にはすでに存在していたと考えられている。区靴詩の中でも操り、人形を使って、人形劇を行う者を手区靴と呼ぶ。朝鮮の国土隠しノルム。 はい、ソウルフェスティバルでの公演。2007年4月28日撮影。九靴は、現在の中国西域を起源とし、それが、木製の人形を操る芸能へ進展し、朝鮮半島を経由して、日本へ入ってきたものと考えられており、天津市の前も、これら操り人形を制御とする、九靴集団が放浪の旅の末、海の国土着の人々と融合し、 そこに、田楽の要素が加わった芸体と考える説がある。今日伝わる天津さま舞人形の衣装の裾から手を入れて、高く差し上げて動かす形態や、人形の風貌や傘につけた飾りなどが、朝鮮の突っ込み人形と呼ばれる人形劇国土隠しのルームに酷樹しているとの指摘もある。一方の田楽は、平安時代中期に成立した日本の伝統芸能と考えられているが、 由来については、区物同様、都来のものであるなど諸説あり、その起源には未解明の部分が多い。本来、区物と田楽は別のものであるにもかかわらず、この二つが合わさったものが天心司さまいであり、区物が田楽を舞う例は他には存在しないと言われている。日本に現存するもので、区物史から派生した伝統芸能は少なく、他には、 大分県中津市の古洋神社に伝わる古洋神社の区口市の舞と相撲と福岡県築城郡吉富町の古洋神社に伝わる八幡古洋神社の区口市の舞と相撲があるがこれは舞と相撲で構成される人形芝居であり伝楽ではない鈴宮天心氏二つの神社にまたがりかつ長期の中断が数回あった天心司舞は古い文献資料に乏しく 様々な見解が存在するが、期限も後期も、確定的な見解は出ていない。なお、人形は全部で九体、祭事全般に使用される縄文は、供養星、お前奉納で、各人形が集会する回数は9周であり、随所に9という数字が関連している。天神市神社社殿に掲げられた、天神司前の予定表天神司前は、 毎年4月10日直前の日曜日、正午少し前頃より始まり、おおよそ14時過ぎまでの約2時間今日をかけて取り行われる。祭典執行の順序は以下通り、新館を迎え、神事みゆき鈴の宮沢神社儀を毎奉のお看病、人形は以下の9体である。みゆきの並び順、及び前を行う順序も以下の順である。 このうち一のおびんざさらさまからおふえさままでの六体は、楽器を持ち、七番目のごかしまさままでの七体は、ひとえうすでのあさじで作られたもいぎ色の装束を、まとっている。一のおびんざさらさま二のおびんざさらさま一のごたいこさま、二のごたいこさまおつずみさまおふえさま、ごかしまさまお姫さまおにさま祭事の大まかな流れは、天津市神社に安置されている九体の人形を、 1> 約1キロ南に離れた鈴ぐ諏訪神社まで、五条道を歩いて移動し、鈴ぐ諏訪神社境内に設置された御船囲の内側で舞を奉納し、奉納終了後9体の人形は同じ道を戻り、天津市神社に再び安置する。祭事に関する位置関係は、うっの座標一覧を参照。九養門2012年現在、祭事に奉仕する、ぐぶは約40名。 全員が、尾瀬地区在住者で構成される、天津市の舞保存会の会員である。グブインは、供養性の門所どころの入った、白装束に、藍色、または紫色の馬乗り袴をつけ、白旅に、藁造りを履く。伴奏に使用される楽器は、横笛3名、太鼓2名の5名で奏でられる。曲目は、見行きの際に奏でられる、おなりの曲。 お前方の前半に奏でられる、お前の曲、お前方の後半で奏でられる、奥類の曲の3曲である。このうち、おなりの曲は、リズムが明瞭ではなく、ゆったりとした横笛の旋律が奏でられた後に、太鼓が静かに叩かれる。お前の曲では、おなりの曲と、ほぼ同様の旋律と太鼓が、ゆっくりと繰り返されるが、奥類の曲では明瞭なリズム、 早いテンポで横笛と太鼓が同時に奏でられ、加えてグブイン一同が整然と手拍子を打つ。天神市神社社殿から担ぎ出される人形。祭事当日の午前、天神市神社に集まったグブインは、社殿内に安置されている球体の人形を取り出し、解体された状態の傘、冠、首、胴体、獅子、楽器などを組み合わせ、衣装を着せ顔面を赤い布で覆い、 これを順序よく社殿内に並列する。この組み立て作業を、おからくりと呼ぶ。正午少し前に、鈴宮諏訪神社より、遺憾即隊の神官3名を迎え、三列車、一度神前で払い、乗り刀を行い、おみけをいただくと、具部位によって球体の人形が社殿内から順番に担ぎ出される。社殿内から運び出された9体の人形は、顔面を赤い布で覆われたまま、 新館の先導により行列を作り、約1キロ南の鈴ぐる諏訪神社まで見行きされる。この見行きの経路を五条道といい、以前は田んぼのあぜ道であったが、前述したように、昭和61年に小瀬スポーツ公園が造成されたことによって、周辺の田んぼはなくなり、今日では小瀬スポーツ公園内に設けられた五条道を見行きする。横笛と太鼓によるお囃子、 おなりの曲が奏でられる中、球体の人形がグブインに支えられながら、高く差し上げられ鈴ぐう諏訪神社を目指す。鈴ぐう諏訪神社に到着した球体の人形、左から一のおびんざさら様左右が鬼様。鈴ぐう諏訪神社に到着した球体の人形は、車源前に並びお払いを受けると、境内に設けられた、三船囲いと呼ばれる舞を奉納する円形の舞台内へ入るが、 これをオフナイリーと呼ぶ。三船囲いは境内の南東に設けられており、高さ4尺の初木青竹をゆいめぐらされた一種の竹洗いで、その内側に供養性の縄文入りの白幕が円形に貼られている。幕の高さは約2メートル、直径は約8メートルほどである。内部は極めて新聖視されており、見学者は三船囲いの外側から、 幕の上演に見え隠れする舞を見る仕組みになっている。お舞奉納は天心つかさ舞のメインとなる神事である。お船入りした球体の人形は、三船かい内側の東側に飾られる。グブリンは中央に円陣ンンを作り、柏しでを打って清めの式を行う。ここで、すべての準備が整い、舞の奉納が始まる。グブリンは楽器を奏でる林方と、 人形を操る使い手に大別される。ご心臓の顔は、木彫りに五粉を塗ったものであるが、割れるのを防ぐために、内部はくり抜かれている。五粉が塗り直された人形もあるが、年月の経過により、五粉が剥落した人形もある。言い伝えによれば、かつて人形の五粉を塗り替えたところ、村内に悪病が流行り、これをたたりだと言って恐れたことがあり。 以後塗り替えは慎重に行われるようになったという。人形の胴体は2枚の糞胴型の板で構成されており、人形の腹部と背中にこの板が使われている。腹部側と背中側の間は板と棒によって支えられた箱型の空洞になっており、左右の側面は開いたままになっている。胴体上部の穴に丸い穴を開け、そこに頭部をはめ込み、腹部の板の裏側に棒が打ち付けられており、 これを持って人形を高く差し上げる。人形の高さは約1.3メートルである。人形の手は胴体の上部などに取り付けられ、胴体内部に釣ってある紐と連動するよう繋がれている。使い手は人形の衣装の裾から手を入れ、この紐を操ることによって人形の手を動かし、ささらを鳴らしたり、太鼓を叩く動作をさせる仕組みになっている。 舞は以下に示した順序に従い、三船囲いの内側を半時計回りに周回しながら行われ、2体1組で行われる舞が4回、1体のみで行われる舞が1回の合計5回の舞が演じられる。舞の開始で初めて描く人形の顔を覆う赤い布が外される。各回とも舞の基本動作はほとんど同じで、最初の3周はお舞と呼ばれる。 静かな動作であるのに対して、4周目からは、奥類と呼ばれる動作も林のテンポも速くなる、動作の激しい舞が3周行われる。周回しながら、人形を幕の中に隠れたり、現れたり激しく上下する。奥類が終わると、再び静かな、お舞が3周行われ、軽吸収したところで、人形は退き、次の人形の舞に移っていく。 舞の終わった人形は即座に赤い布で再び顔を覆われる。おびんざさら様三船囲いで演じられる天心つかさ舞。場面はお姫様と鬼様の舞。供養帽子の縄文入りの幕が張られる。最初の舞は一のおびんざさら様、二のおびんざさら様の二体で行われる。おびんざさら様の二体は頭にひらがさをかぶり、両手に楽器ささらを持ち、表情は おもながで鼻の下にはヒゲを蓄えている。おびんざさら様の持つびんざさらは、別名びんささらともいい、富山県五か山地方の民謡である、きりこ武士に用いる、民族楽器きりこささらがよく知られており、多数の木片が紐で結びつけられ、両端にある取っ手を両手で伸縮、操作することで木片の摩擦音を出す、たらが特有の楽器である。 天津さまいのおびんざさら様2体が持つさらは、いずれも幅約3分、長さ約3寸の木片が、朝の紐で綴られている。びんざさら全体の長さは、約1尺5から6寸で、1のおびんざさら様の木片は45枚、2のおびんざさら様の木片は62枚である。おびんざさら様を操る使い手は1体につき3名。使い手の操作で人形の手が動かされ、 瓶らの音が鳴らされる。五体子様次の舞は、一の五体子様、二の五体子様の二体で行われる。五体子様の二体も頭に平傘をかぶり、左手に直径約八寸、厚さ約二寸ほどの小太鼓を持ち、右手には太鼓を叩く符を持つ。表情は、お瓶ら様とほぼ同様である。五体子様を操る使い手は一体につき三名。 使い手の操作によって、人形の手が動かされ、太鼓を叩く動作が行われる。なお、人形の持つ楽器が実際に音を鳴らすことができるのは、前述のささらのみで、このご太鼓様や次のお笛様、おつづみ様などは演奏の動作を行うのみで、音は出ない。おつづみ様、お笛様次の舞は、おつづみ様、お笛様の2体で行われる。おつづみ様も平傘をかぶり、 右手に直径4から5寸、高さ約7寸の小鼓を持ち、左手を下にして舞いながら、証拠を打つ動作を行う。お笛様も平傘をかぶっているが、傘の頂部に寒風の飾りがつけられており、両手に長さ約1尺の民敵を持って、水槽する動作を行う。表情は全4体とほぼ同様である。お鼓様は3名の使い手によって操られるが、 おふえの使い手は一名である。五ヶ島様、五ヶ島様の舞。続いて行われる舞は、五ヶ島様一体で行われる。衣装は、全六体と同様のものであるが、表情はやや異なり、いわゆる選ばり顎語でぶばって見える。頭には、引き率ガラス棒をかぶり、金断の鉢巻きを締め、左右に大きく広げた両手に、木製の小刀を持っている。 球体の中で最も大きな人形であるが、使い手は一名である。舞の形式は他の人形と変わらないが、送類の際に縁起物として木で作られた人形と同じ数九本の小刀が幕の外に投げられ、見学者は競ってこの小刀を拾う。お姫様、鬼様鈴ぐ諏訪神社を出発する天心死人形。最後の舞は、お姫様と鬼様の二体で行われる。 この二体は、ここまで演じられてきた人形とは、顔立ち、衣装とも大きく異なる。お姫様は、下げ髪の頭に、洋楽の冠を乗せ、右手に扇子を持ち、衣装は、紅色の打ち掛け姿である。鬼様は、切り下げ髪の頭に、羽のある冠を被り、右手に保酢を持ち、白衣の衣装である。この二体は、球体中、最も操るのが難しいと言われており、 二体とも、使い手は三名、内し四名で行われる。鬼様が、お姫様を追いかける舞が繰り広げられる。小瀬スポーツ公園内の五条道を見行きする天心師、人形お姫様と、鬼様の舞が終わると、グブリンは再び中央にエンジンを作り、同様に柏手を打って、式を閉じ、9体の人形はグブリンに担がれ、再び五条道を天心師神社まで完業する。 天津市神社へ戻った人形は、奥寿司と呼ばれる作業によって、元の解体された姿に戻り神子に格納され、再び天津司か舞を奉納する翌年まで1年間の眠りにつく。重要無形民族文化財に指定された1976年に、小瀬町住民から構成される天津市のイ保存会が発足し、2012年、現在の会員数は約40名。 保存会の具部員は発足当初は農業を営むものが多かったが、今日ではほとんどが会社員や自営業の男性であり、限られた時間の中で、舞の操りや楽譜のない区伝による横笛など、お囃子の練習が行われ、毎年4月に行われる天津司舞祭展が守り継がれている。山梨県内で指定されている国の重要無形民族文化財人形による神事。 ありがとうございます。